皆さんどうもこんにちは。黒田博樹の歴史講座46回目にお越しいただきまして誠にありがとうございます。今回の演題ですけれども、こちらですね。自治基本条例の真実、日本侵略ウイルス条例の恐怖というふうに書かせていただきました。本日、東京公演27年1月24日でございます。でまた大阪で1週間後の1月31日に行わさせていただく予定なんですけれども、さて皆さん、この自治基本条例の真実、日本侵略ウイルス条例の恐怖、なんというかおどろおどろしい名前ですよね。で黒田博樹はとうとうボケだが、こういうあのおどろおどろしい表題を入れるようになったんだ。もちろん違います。ボケてなんかいません。実際この自治基本条例は日本侵略ウイルス条例なんです。まあその辺も含めてこれから話をさせていただきたいと思うんですが、ところで皆さんは、はい、自治基本条例あるいはこれに類似するものとして議会基本条例といったものがあるんですが、こういった言葉そのものを皆さんはまずご存知でいらっしゃいますか。大体時代が平成に入る頃ですので、1980年代の終わりから90年代にかけてなんですが、地方自治においてね、あるいは市民参加、あるいは市民による自治、もっと言えば市民が主役などというキャッチフレーズの名のもとに、この自治基本条例という名の条例を制定する動きが活発化し始めました。そして現在までにはなんとおよそ300の自治体、300ですよ皆さん、300の自治体で制定されているのみならず、今もなお各自治体において自治基本条例の制定を計画中のところがたくさんあります。で皆さん、市民参加、市民による自治、なんというか耳に心地よく響く言葉ですよね。なるほど、確かに、ね、自治、自分で治める、いい言葉ですね。ですので地方であればいろんなしがらみありますよね。いろんなそんなしがらみを超えて市民が中心の政治を行うというのは非常にいいように聞こえます。ところが、皆さん、では実際の地方自治ってどうやって分かるんですか。それはもちろん、まず執行機関、つまり執行機関、その実際に政治を行うトップの首長、首長ですね。例えば市長、県知事、府知事、市長、村長、町長、あるいは議決機関としての議会、あるいはその構成員たる議員、この2つは首長も議員も選ぶのは誰かというと住民なんですよね。つまり彼らは住民の代表なわけです。そもそも首長も議員も住民が選んだ人たちです。で彼らが首長と議会がそれぞれの立場でいわば車の両輪のように意思決定を行う、これを何ていうかというと間接民主主義です、ね、でこの間接民主主義が我が国の地方自治として採用されていまして、もちろん日本国憲法にも規定があります。でその日本国憲法の規定に基づき、もちろん地方自治法でも定められてますから、いわばこれが我が国における地方自治の大原則なんです。もう一度申し上げますよ、首長と議員を地元の住民が選び、彼らが車の両輪として政治を行う、これが間接民主主義、憲法と地方自治法で保障された大原則、これが本来の姿ですね。これ皆さん、これを思えば十分にこれ市民による自治になりませんか。
もうこれだけで十分なんですよ。彼らは市民の代表なんですから。市民の代表が政治を行って自治を行っている。だって市民はもう日頃の生活忙しくて政治をやってる暇がないんだから、その代わりにプロにやってるから何の問題もないですよね。にもかかわらず、なんでわざわざこの自治基本条例を制定しようというんですか。そもそも地方自治の大原則は成立してるんですか。成立してるのになぜわざわざこんなものを定めるんですかね。その背景には実は今申し上げた地方自治の大原則はこれ自治基本条例の制定によって破壊されてしまうんですよ。実はそれが自治基本条例の焦点。そしてどのように破壊していくかというと、ごくごく一部、つまりどう考えても市民の総意もしくは代表とは思えない勢力による地方政治への介入を招く、その危険性が極めて高いとされています。と思ってた。ところが実際に自治基本条例にはそういう要素が詰まっているんですよ。では皆さん、この自治基本条例とは果たしてどんな条例であり、また今私が申し上げた問題点、それは具体的にはどんなもんであるっていうんでしょうかね。さて、この各地方自治体によって制定が増えつつある自治基本条例ですが、実はその内容というのはね、パターン化されてるんですよ。パターン化されておりまして、ほぼ共通化した以下の内容となっています。これね、皆さん調べたら分かります。自治基本条例の大部分はパターン化されていて、この今から申し上げる4つの原則をそのまま適用しているんです。ではその4つの原則とは一体何でしょう。一つ目申し上げます。市民、この概念あります。この市民という概念をその自治体に居住する住民以外にも拡大している。ちょっと待って、市民って住んでる人ちゃうの。違うんですよ。自治基本条例では自治体に居住する住民以外にも拡大している。もうこの段階ではぁって感じですよね。でもこれまた序の口です。2番目、一の市民に政治参加の権利を認め、また住民投票を発議することができるなど住民投票制度を重視している。百歩譲って普通の市民、一般市民、自治体に住んでる市民が政治参加が認められるんだったらまだ理解できる。でもこの一の市民でしょ、自治体に居住する住民以内に政治参加の権利を認める、何ですかこれは。でしかも住民投票の発議を可能とする、いや100歩譲ってこれはまだいい、住民投票制度を重視って、これ皆さん、いやそれはもう自治、地方自治の原則でしょ、住民投票ってのは住民の意見なんだから。違う、そういう問題じゃない。今から後で説明します。まだ2番目です。私4つと言いました。3つ目、市民委員会のような直接民主主義的な要素が盛り込まれており、委員会の決定事項に対して首長や議会に尊重義務を負わせている。尊重義務、皆さんこれとんでもないことです。市民委員会が決めたことが市長、首長や議会のよりも上になっているのは、これすごいことですよ。でもこれで終わりじゃない。まるでこのまとめを見るからのが4番、自治基本条例を他の条例に優越する市
代の最高規範とする。的にそんなこと決められるんですか。ちょっと待って、皆さん、このパターン化された4つをお聞きになっただけで頭の中にクエスチョンマークいっぱい浮かんできませんか。実はこれが自治基本条例のほとんどの自治体が採用しているパターンなんです。ではこれ1番から順番に解説していきたいと思います。まず1ですけども、多くの自治体では自治基本条例において市民を以下のように定義しています。何かと言いますと、はい、市内に居住する者や市内に勤務通学する者及び事業所を置く事業者その他の団体である、書いてますね。これだけでももうすでにおかしい。つまり自治基本条例で定めた市民というのはいわゆる住民だけではなく他の、ね、他の自治体から勤務あるいは通学する人々やその地に存在する全国的な組織や団体の関係者も市民になれるという意味なんですよ。例えば私は大阪市民です。大阪市民なんですけども、私勤務先の学校は大阪府内のある自治体です。この自治体に自治基本条例が通っているとすると、私この自治体の市民になれるんですよ。だってその市に勤務してるんだから。おかしいでしょ。でそれだけじゃない、事業所を置く事業者ということは、例えばある特定の国民の利益を代表しているとは言い難い組織って皆さん大体想像するでしょう。その組織がここの自治体にその市や役所の役所というか本部の一部があったら、市所支社の支部の一部があったら、もうそれだけでその関係者がみんな市民になってしまう。どこまで市民の枠広げるんですか。でしかもですね、よく見てください。大事な本が抜けてるんですよ。なるほど。これですよ。国籍条項が存在しないんですよ、市民に。これ何意味してるか。外国人も市民に含まれる。国籍条項が存在しないことから外国人も市民に含むことが自明のこととされている。つまりこれ皆さん、汚いっていうかね、卑怯っていうかね、国籍条項を入れてないんですよ。外国人も市民になれるとは一言も書いてない、ほとんどの自治基本条例は。でも国籍条項が書いてないんだから理屈上外国人も市民になる、それ自明の理でしょ。だったら最初から書きなさいよ。これが卑怯だって言うんですよ。でこういった皆さん、市民の定義って法律の規定の話だけじゃなくて多くの国民の一般常識とあまりにもかけ離れてませんか。これが本当に市民でいいんですか。まだこれ繰り返しますが、まだ序の口です。2番いきましょう。さて次の2番ですが、住民投票は確かにね、近年において地域の政策に関する是非を問うものとして定着しつつあります。で今から10年ほど前にいわゆる平成の大合併っていう市町村合併があっちこっちで行われましたよね。でこういう問題なんかを中心に幅広く住民投票というのが、起用されているんですが、でそれは間違いないんですけど、皆さん勘違いされていることが多いと思うんですけど、住民投票というのはあくまで住民の意見を聞くということにすぎません。どういうことかというと、地方自治法を隅から隅まで読んでも住民投票には法的な拘束力が一切ないんですよ。なぜなら地方自治法に規定がないからです。
住民投票そのもので住民の意思を尊重するということ自体は決して間違ってはいません。しかし実際に政治を行うのは間接民主主義において首長と議会、住民の意見は聞くけれども最終的に判断するのは首長と議会であって、住民投票の結果がそのまま政治に反映されるというのはありえない。これが原則なんです。にもかかわらず、ね、皆さん住民投票を重視するっていうのは何を意味するんですか。さっき私言いましたね、住民投票を重視する、これとかこういうこと、住民投票による市民の判断、しかもその市民には特定の思想を持った人間や外国人まで加わる、その市民の判断と首長や議会による政治を行う者、すなわち為政者としての責任と誇りを持った判断、これ一致するとは限らないでしょう。異なるのはいくらでもありますよね。ということは住民投票の結果を重視するという自治基本条例の内容、これを入れるということは適法だと思いますが、どう考えてもおかしいでしょう。住民の声を聞くこと自体は繰り返しますが決して間違ってはいません。しかし為政者として責任と誇りを持った判断をするのはあくまで首長と議会です。彼らの意見を無視して外国人も含まれる市民の判断が何で優先されなきゃいけないんですか。もう一回言いますよ、外国人の投票も可能なんですよ。その状況で憲法や地方自治法の趣旨に照らして住民投票は重視するっていうのが許されるんですか。でこれですよ、外国人の投票可能です。つまり自治基本条例が制定されれば地方の政治に密接に関わる住民投票に外国人の投票も参加も可能になってしまう。皆さん日本国憲法15条ご存知ですか。国政地方を問わず外国人に参政権は一切認められていません。日本国籍を持つ者固有の権利です。にもかかわらず自治基本条例で外国人にも政治参加の道を開くということが起きています。果たして許されるんですか。もしこんなことが許されたらどんなことなのですか。例えばある特定の市、市町村、自治体に対して組織的あるいは計画的外国人が市民として結集することによって何が起きるか。自分たちの人権を優先し日本人を排斥するという内容の新たな条例を作ることだってできてしまうということなんですよ。これがいかにとんでもないことかはいずれまた、まだ2つの、これからまだ2つも説明しなきゃいけない。で次の3つが、次の3つ目がある意味一番自治基本条例の肝かもしれません。3番目に行きましょう。市民委員会を作ると書いてますね。でこの市民委員会なんですけども、自治基本条例の多くが市民の公募によって市民委員会を立ち上げると書いてあります。で、その市民委員会は市政の重要事項について議論ないし検討し、その結果を市民の意見として市長あるいは議会に報告することになっている。百歩譲ってここまではまだいいです。でもここで問題なのは、さっきも言いましたね、尊重義務ですよ。つまり
市民委員会の報告内容に対し、市長や議会に尊重義務を課している場合が非常に多いということです。言うまでもないことですが、地方自治体における議員さんは選挙で選ばれた市民の代表です。ということは、議会であることを決定した、それが間接的に市民の決定である。これは何の差し支えもありません。しかし、市民委員会を運営するのは公募された市民です。彼らは選挙で選ばれてますか？選ばれてないでしょ。勝手に選ばれて、公募で自治体がそれこそ恣意的にいくらでも勝手に選ぶことができるんですよ。しかも年齢、性別は無論のこと、国籍にも制限がないんですよ、市民には。ということか。で、選挙で選ばれたわけではなく、年齢、性別、国籍なども制限のない市民委員会、こんな委員会が果たしてその一つの見解を出したとしましょうよ。その見解ってまさか市民全体の平均的意見ですか？で、市民の多数意見ですか？なわけないでしょう。そんな根拠どこにあるんですか？一部の恣意的な外国人も含まれた市民委員会の見解がなんで市民の代表意見ならあかんんですか？それなのに、市民委員会の委員の公募に応じる人々の思想あるいは心情が仮に特定の内容に偏っている場合であっても、彼らの意見は市民委員会として市民の意見であるかのように判断されるし、しかもそのようないわば変更した見解に対して、なんで市長や議会が尊重義務を負わなあかんのですか？これって民主主義の基本原理を完全に無視してるでしょ。ごく一部の選ばれた人間、しかも外国人も入ってる人間のほんの一部の意見が、なんで市長や議会尊重せなあかんのですか？市民委員会を立ち上げるということは、本来の政治の場を行うはずの議会のほかに、それと同等、いや同等じゃない、それ以上の強い権限を持った第二議会を持つのと同じことを意味してるんですよ。ということは、いわば屋根の上にまた屋根をかける、屋上を貸すということですな。これ議会の軽視やですか？極めて危険でしょ。これ、そんなのを勝手に認めるってのは一体どういう神経してるんですか？まあこうやって3つ言いましたね。まだ1つあります。で、その1つが実は一番大きな問題なんですが、もう一遍言いますが、自治基本条例は自治体の最高規範である。で、じゃあその自治体の基本最高規範としての概念にはどんなものがあるんですかね。例えばこんなことがあったんですよ。他の条例などの制定や配配並びに運用にあたっては、この条例のとの整合性を図らればならないとか、あるいは既存の条例や規則の中でこの条例に反する内容が含まれていれば、なんと公開です。速やかに改正されなければならない。はぁ？ちょっと待って。地方自治法において何て書いてあるのかご存知？実際に条例制定する権利を持っているのは、他ならぬ議会じゃありません。で、
法律の範囲内であれば議会は自由に条例を作ることはいくらでもできますよ。それが条例の大原則であるということ。自治基本条例によって議会の権限が法律以外の制約を受けて最高規範として変えなかった。ふざけんじゃねえよ。そんなもん認めるわけないやろが。で、たとえ最高規範と規定したところで条例にそんな差別ができるわけないでしょ。要するにこんなん言ったところで何の法的拘束力もないんですよ。これこれまで1番から4番まで全部解説してきましたが、自治基本条例はっきり言われます。めちゃくちゃです。めちゃくちゃなんですが、でもそんなめちゃくちゃな自治基本条例にさらに深刻な問題があります。それはこの条例の危険性がこれだけはっきりしているにもかかわらず、なんで全国で300の自治体で採用されているんですか。それはこういうことにかかわらない。自治基本条例の危険性を市民はおろか多くの地方議員が何の理解もしてないということなんですよ。で、皆さん、こんな危険な自治基本条例、もし一部の反日運動家によって恣意的な運用をされたらどうなってしまうんですか。皆さん、想像しただけで怖いと思いませんか。想像しただけで恐ろしいと思いませんか。想像の世界じゃないんですよ。過去に自治基本条例の餌食となってしまった自治体が存在します。皆さんご存知ですか。実は今回の東京公園ですけど、すぐ近くにあります。ここです。埼玉県ですね。ここ見てください。東京都の真上、ベッドタウンですね。埼玉県の志木市です。実は埼玉県の志木市は餌食になっています。じゃあどんな餌食になってしまうのか、それを説明しましょう。平成13年、2001年、今から、14年前の時です。埼玉県志木市において自治基本条例の前身である市政運営基本条例が制定されました。で、この内容実は五条が違う、つまり簡素なものです。だから、あ、そんな条五条しかないし、そんな条例大したことないよ、何の問題もないと思われたんですが、このことによって小さく産んで大きく育てるということが、このたった5条しかない今言った市政運営基本条例、これを拡大地域から少しずつ広げることによって市民委員会が作られるようになりました。そして公募された市民委員、市民がその市民委員会を立ち上げることによってどうなったか、条例に書かれていた市民主体の自治、あるいは市民の市政の参画、こういった文言をそれこそ錦の御旗、水戸黄門の印籠のように、それを根拠として市民委員の一部のメンバーが行政についてしきりに口出しを始めたんです。ですので埼玉県志木市の議会はしょっちゅう大荒れになりました。市民委員会の委員、市民が傍聴して、で、その議員の議会の運営に対してしきりに口をかけるんです。で、そんな中一つの事件があります。あまりにも市民委員会の喋り方が横暴だったので、つい議員の一人が市民委員会のその発言を批判したんですよね。皆さん、
議会の運営というのは正式に行うことです。当然、そんな議会の運営に対して野心を飛ばし、運営を妨げるものに関しては、そういう批判を受けても当たり前ですよ。それをその時にどうなったかということですか。こういうことを何言ってるんだ。俺は市民意見だ。お前らよりも立場上なんだ。それが何だ。お批判するんだ。ふざけんじゃないよ。お前そんな発言しやがって、村長にも何だと思ってやがる。お前みたいな発言削除削除、おい議長削除するに言わんかい。まあこういうことです。要するに批判した議員に対して直接議事録から発言を削除しろと圧力をかけるメンバーまで現れる。市政は大混乱となってしまいました。でその後です。平成17年、つまり今からちょうど10年前に、埼玉県議会の会派である地方主権の会に所属していた元埼玉県議会議員が市長に当選します。でそのことによって、それまで暴れまくっていた市民議員会がピタッと活動を止めたんですよ。ようやく市政の混乱が収拾された。いや、よかったですね。ちょっと待って。どういうこと？市長が変わったら、それまでの市民委員会のさっきの暴言がピタッとやむ。なんですか、これ。どう考えても、こういう結論出ません。市民委員会や彼らと同じ考えを持つ市議会の会派が、新市長の誕生によって姿勢が有利に展開するようになったから、もはや文句は言わなくなった。こう考えるのは自然でしょう。すなわち自治基本条例によって市議士の行政が市民委員会を中心とする一部の勢力に乗っ取られてしまった可能性が高い。これが自治基本条例の正体なんですよ。しかもですよ、新市長が誕生しましたよね。すると公募された市民委員会の中で、それまで劣勢に立たされていた旧市長の人が、じゃあ俺も市民会になると。で市民会になってメンバーになって、新しい市政に対して尊重期もあるんだろう。じゃあ俺も市民会のメンバーになって新しい視線体制厳しくチェックしてると。これ当然のことですよね。ところ、新しい市長が誕生したから、その市長なんて言ったと思います。こういった行政の混乱を招きかねない、条例は運用を凍結します。あ、何なんて言ったか。要するに自分たちに都合のいい市長が誕生したら、自治基本条例、はい、終わり、凍結。なんでやねん、それは。これこそ間接的な証明じゃないですか。行政のトップたる市長、それこそ市民委員会によって都合のいい人物に交代させるために条例を悪用したんちゃうんかい。そういう結論なんだ。わかるでしょ。これが自治基本条例のむちゃくちゃなところなんですよ。さて、その後の市議士なんですが、平成21年、2009年には同じ市長がなんと無投票当選です。完全にも牛耳られてるわけです、この段階で。でしかも皆さん、平成21年でしょ、思い出してください。この年何が起きました。8月の総選挙の後、9月にどんな政権が誕生しました。ちょうどあの時期ですよ。しかし、まあ、なんというか、やっぱりなんかそういう勢力というのは長い間続きませんでした。一昨年、平成25年の選挙では現職、その現職を破って新市長が誕生して今に至っています。でその後、市議士の行政がどうなったかというのはあまり注目は浴びてませんが、
やっぱり今後の展開は気になりますね、埼玉県知事市。まあ、いずれにせよ、こういった埼玉県知事市の例を見てもご理解いただきますように、自治基本条例を定めている地方公共団体がたくさんありますが、そのすべてが、今言った300を超えた自治基本条例の自治体すべてがいつ第2、第3の指揮士になるかわからない、この危険性を常に秘めているということは我々は知っておいた方がいいでしょうね。いやー、それにしてもこんな問題だらけの自治基本条例一体誰が言い始めたんですかね。分かっています。そもそもこの条例を提唱したのはある政治学者です。この人です。どうですか、この方。松下圭一法政大学名誉教授なんですよ。実はこの人が自治基本条例の提唱者です。で、その後にですね、公益財団法、今は公益財団法になります。地方自治総合研究所。ああ、そういう団体あるんだ。でも、もう一つ中心になっている団体があります。自治労、住民基本条例あるいは自治基本条例は自治労が関わっているんです。この段階で分かりますな、皆さん。で、しかももっと都合が悪いのはこの松下圭一の自治会です。皆さんどうですか、有名な自治です。じゃあ登場していきましょう。今から5年前に我が国で総理大臣を務めた菅直人さんです。いや、この菅直人さん何て言ってるんですか。松下理論は私の政治理念の原点だと常日頃おっしゃっておられます。はい、皆さん、この人が関わっている段階で自治基本条例がどんな考えに基づいて推進してきたかバレバレですわな。また松下氏は常日頃こういうことを言っております。政治権力は国と自治体に二重に市民から信託されている。だから自治体も独自の行政権や立法権を持つとともに国の法律を独自に解釈する権利を持っている複数信託論、もしくは二重信託論を唱えているんですが、皆さん、ちょっと待てよ。もしこんな理論をまかり取ってしまえば、憲法や地方自治法の根拠というのを失いますわな、その根拠。しかも、その行き先は何ですか。国の法律を独自に解釈する権利を持っています。ちょっと待てよ、これ国家の指定やないかい。国家の指定やぞ、これ。極めて危険ですよ、これ。しかもね、もっと困るのは、例えば、これがもし国の法案やとしましょう。すると常に注目を集めますから、全国民が注目を集めますよね。だからまだ目立つんですよ。しかし、全国の地方行政、公共団体を同時進行をしているだけじゃなくて、いつどこの自治体で指揮士のような実例が出るかわからない可能性がある。その分だけこの自治基本条例の方が極めて悪質である。